反乱軍は魏伊達連合軍を破り彼らを仲間とした。これにより織田軍に加担する勢力は絞られる。呉の孫権の勢力と魏軍の一部である。反乱軍と織田軍の戦力はほぼ互角となったが、依然として織田信長の真意はつかめなかった。背後にいる者の正体も見えぬままである。そんな中、孫権はさらに信長の力を削ぐため父孫権の説得を試みる。だが無情なる親子の戦いは目前に迫っていた。世界の危機、そしてゼウスとやらの策略か。お前たちの言い分は分かった。では父上。だが俺はすでに信長と盟約を結んでいる。孫家の長としてこれをたやすく保護にすることはできぬ。しかしこのような時に家族で争っている場合ではありません。そう思うのならば、ケン、お前がこちらに下ればいい。そうできぬだけの信念を持っているならば、たとえ親兄弟であろうと牙を向け。父上。わかりました。虎の子として武を持ってあなたを説得してみせましょう。ふん、やってみるがいい。リクソン、戦となれば君が指揮を取るのだろう。成長を楽しみにしているぞ。周遊殿、承知しました。陸白玄、全力で参ります。無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に父上を倒そう。わかりました。全軍、進軍を援護してください。孫権様、私もお供いたします。ありがとう、天使。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるな。主前殿、帝方殿、前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか、殿が明らかにされるまで耐えん。孫権様に会いたいなら私を倒してください。戦いたくはないが仕方ない。孫権様、止まって。それ以上進んじゃダメ。いや、悪いな。ここは通してもらう。お見事です。私も見習わなければ。周遊様のためだもん。ここは通さないから。私も引くわけには参りません。孫権様のため道を開けてもらいます。怖いけど行けません。だって孫作様のためだから。激しく行くぜ。それは私も同じです。大切な人のため戦わなければ。やられちゃった。けど役には立ててみて。孫作様、孫権様、ごめんなさい。父上、軍をお引きください。剣、その話はもう終わったはずだ。行くぜ。父を引かせたくば力ずくで来い。何することだ。こうした剣、この程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。
ここは俺がいれば十分だ。おう、策か。そうだな。剣の刃にはまだ迷いがある。やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。分かった、頼むぞリクソン。敵軍の分断は成功したぞ孫策。このまま押し通す。まあ、お強いのですね。私も勇気づけられます。よし、増援部隊を投入せよ。増援はこれだけではない。果たして耐えられるかな。総員、ひるまずを射せ。私が相手で不服かな。さあ、キラオ、その差がありすぎて。お見事です。私も見習わなければ。第二陣、出陣せよ。やったんな。俺も前線に出たいぜ。ダメだ孫策、君は待機していてくれ。相手にとって不足なし。希望を駆使せ、散り解ける。こんな集大を晒すとは。策を使う余裕もないか。お前の活躍、俺の心に火をつけ。ああ、負けていられないな。さて、仕事だ。行くぜ。よし、このまま畳みかける。リクさん、奥の手はまだなのか。まだです。もう少し耐えてください。さて仕事だ。頼りにさせてもらうぜ。いいよ。はい。リクさんが見事に負けちまうとはな。俺の差がありすぎる。よし、本陣を叩け。リクさんのやつ動かねえな。せや、伏兵とかあるんじゃねえか。リクソンは才能豊かな若者、気を緩めるわけにはいかんな。お見事です。私も見習わなければ。待たせたな。親子揃って援護に来てやったぜ。じゃあな。大使主義、孫権殿の指揮のもと包囲作戦に参加する。間に合いましたか。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすために。剣兄様のこと甘く見すぎたみたいね。何か成長しているものだな。この父も必死の覚悟で戦わねばなるまい。俺は孫権の相手をする。お前は奴の娘を頼むぞ。わかりました、お父様。お前こそ真の三国武装だ。みんな、よく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。
はい、参りましょう孫賢様。太子陣、お前も共に兄上のところへ行くか。はっ、喜んでお供しましょう。先ほどは陸遜にしてやられましたが、ここは通せません。私も止まることはできぬ。押し通らせてもらうぞ。その調子、頑張って。うまくはめられてしまったな。まあいいじゃないか、リクソンの成長を素直に喜ぼうぜ。あなたには同情するわ。家族同士で戦うことになってしまう。そうね、でも私は悲しくないの。家族だからこそまた同じ道を歩けると思うから。家族を信頼しているのに、戦う前にその言葉を聞け。火をつける。ああ、負けていられないな。よく前線を支えてくれました。さすがは自然殿です。ああ、見たか陸遜、俺は家系だけの男じゃない。屈辱、いずれそそなせてもらうぞ。真の三国無双ですね。久しぶりだな、氏康。お前は信長の考えを理解してると思ったな。その上でこっちについた。あとは一度てめえと本気でやりたいと思ってな。そういうことなら受けて立とう。虎と獅子、最後に勝つのはどちらかな。私が負けただと。に成長したな、ケン。この戦、俺の負けだ。約束通り、お前たちに従おう。ケン兄様、かっこよかったわよ。ケン、太子爺、お前らと戦えて楽しかったぜ。ありがとうございます。ですが、この勝利は皆のおかげ。中でも、リクソンと氏康殿の尽力があってこそです。うん、リクソン、君の成長には驚かされたぞ。いえ、氏康殿が間に合わなければ危ないところでした。すまねえな、虎と戦えると思ったら浮かれてついめかし込んじまった。氏康は相変わらずだな。俺も一度本気で戦いたいと思っていた。願いが果たせて嬉しいぞ。父上、
ところで信長の狙いは何かご存知ですか？俺の口からは言えだが、信長には信念がある。俺は戦いを通じて奴の覚悟を感じ、力を貸すことを決めた。信長のやり方が気に入らぬのなら、納得いくまでぶつかり合うがいい。真意が知りたいなら、何度でも本人に問いかけよう。それ以上は教えていただけないのですね。わかりました。ならば私たちは信長に挑み続けましょう。納得いくまで何度でも。孫文代、武門の王者として乱世を切る。くそ、孫白、行くぜ。休養期孫将校、いざ出陣。なんて奇襲攻勤、戦場に勝利の調べを奏でる。私頑張っちゃうよ。私戦います。色男は勝つってね。よし、うまくいったか遊軍諸君。このまま流れに乗るぞ。織田軍がすぐ近くまで攻め寄せているとのこと。率いているのは光秀殿です。なんと父上が。明智光秀、魔王の側近か。こちらの著しい戦力増加を危ぶんだのかもしれぬな。だったらきっと真っ先に腕輪の持ち主が狙われるわね。え、私ですか？ああ、間違いないだろう。信長、そしてゼウスと戦う切り札、何としても守り抜かねば。はい、力いっぱい頑張ります。父上には久しくお会いしておらぬ。わらわも行くのじゃ。思い切り戦われよ、孫権殿。うん、背中は預けた、信行。稲こそ
天下無双のモノノフです。やりました。いざ刹那の勝機も射抜いてみせます。射抜いてみせます。孫権たちは地位を持って孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。怒りの激戦は佳境を迎えつつあった。敵にはしばし殿、しばしょう殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか。ほう、面白い。奴らもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか、私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるか、とても楽しみだわ。わらわも、また父上と戦うことになるのかのう。じゃが、引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば、覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか。父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのかな。ペルセウスさん、すまない。
感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。なんとしても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。見せてやる。力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうならば、翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺は兄上にこき使われるのか。新進王殿、言葉を慎んで。こんな状況でも相変わらずね。翔、この異界でも相変わらずのようだな。少年を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと四条殿、逃げ足の速い。そろそろいいよな。こっそり休憩って。相手も兄弟のようだ。気が抜けぬな。へえ、兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私には分からないが、兄弟とはそういうものか。無理は良くない。一度戻るのも良さそう。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。一度引き、万全の状態に戻すとしよう。作ってあげたね。ここに腕輪を持つ人もいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ、早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないと、みんな壊れちゃうよ。あれは誰だ。あまりにも強すぎる。
私のせいで味方がひどい目に。あとは私。怖いですけど、腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。よくできたわね。私も誇らしいわ。ここを通るつもりか。させぬ。敵を切り裂かない。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためか、強敵にもいて。ただの無謀か。それとも すまない、及ばなかった。いざ行きます。ここまでか。さて仕事だ。すまんが俺は引かせてもらうぞ。僕はナタ。腕輪を持つ人って君？私がお相手します。敵だから他の人に手を出さないでください。恥ずかしい。まあいいよ。僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。頼りにさせてもらうぜ。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。雪村、感服いたします。俺に勝てると思ってんのか。俺の腕見せてやる。これで勝ったと思うなよ。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。さて仕事だ。あら、懲りない子たち。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。よくやった。褒めてやろう。シゲ、お前の底力この私に見せてみろ。いいでしょう父上、あなたに挑める機会など滅多にない。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。どういう意味ですか。元気だね。バカ息子がまた迷惑をかけているようね。不満があるなら私にぶつけていいのね。やるの。褒めて取らすのじゃ。わらわの父上に挑みたい。なんとしても真意を聞かせてもらうのじゃ。ダメです。あなたは下がっていなさい。残念だけどここまでね。物分かりのいい子は好きよ。思い通りになってくれて嬉しいわ。ああもう降参降参。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。行くぜ。ラム、遠兵として参上いたしました。シャーラ、行くぜ。さあ本気できなさい。資源、私を失望させないことね。シャーラ、おほん、刃を向けること。今はお許しください。この辺りが潮時か。降伏するとしよう。皆降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありません。激しく行くぜ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人が多いですから。打ち抜いたぜ。じゃあな。ようやく会えたのじゃ。じゃあな。わらわの成長お見せいたしまする。
あなたという人は。ですが、この状況ではやむを得ませんね。橋だが、よくやった、褒めてやろう。戦なき地平を見るため、あなたを斬る。頼りにさせてもらうぜ。はい、承知。力及ばずですか。信長様、申し訳ありません。織田軍はなんとか撃退できました。ですが、直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ、恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。はっ。そういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力、容姿、人間とは思えないが。ごめんなさい、私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。ますます謎は深まるばかりですね。芝資源、天下の頂点を目指すぞ。芝市場ってんだ。ま、適当にやるわ。戦の真実を見抜く、それが私の役目。色男は勝つってね。成功したか。色男は勝つってね。教えてやろうか、他の腕輪のありかを。おお、ついに見つかったのですか。小太郎殿、ずっと探してくださってましたもんね。腕輪が必要ならついてくるがいい。宝に群がる敵もいるがな。どんなに厳しい戦いになろうと諦めるわけにはいかぬ。信長の真意を暴くためにも、ゼウスから世界を守るためにも、必ずや腕輪を確保しなければ。
私が真の三国無双よ。いい流れね。出るからには責任を果たさないとね。戦の真実を見抜く、それが私の役目。激闘の末、井伊直虎の腕輪は守られた。織田軍と謎の少年ナタは即時撤退を敢行する。さらに風魔小太郎が反乱軍に朗報をもたらす。新たな腕輪が見つかったと。真田幸村と菅銀平らは意気揚々とその地へと向かう。だが彼らの前に予想だにしない敵が立ちはだかるのだった。あれはオリュンポスの兵。まさかついにゼウスたちが本格的に進攻を始めたのか。その辺は偵察済みです。あれを率いているのはアテナって人でした。確かお知り合いですよね。ああ、ゼウスの娘。オリュンポスでも屈指の力を持つ女神だ。そして腕輪を盗んだ私を追っている。では新たな腕輪、そして
ペルセウス殿をお守りするのが私たちの任務ということですね。それともう一つ、趙雲、漢光とかって人をはじめ劉備様のお仲間があっちについてるみたいっす。そんな、兄上たちと趙雲殿が敵？なんだと？優しき仁君よ、仲間に腕輪を譲り戦いを避けるか？いや、それはできぬ。事情は分からぬが、今の私がなすべきことは信長と話すこと、そしてゼウスから皆を守ること。そのためには力の源である腕輪が必要だ。ここで引くわけにはいかぬ。立派な覚悟だ。ではこの先へどうぞ。ペルセウス、もはや逃げ隠れはできぬ。父ゼウスを裏切った罪の重さ、思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神の本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。腕輪のマリカはアテナで守っている。守りかたそう。南北には食の将が陣取っている。手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだ。彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。つまり中央は避けて進もう。お前まで。まずいにゃ。このままじゃ挟み撃ちにされちまいますぜ。ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍するぞ。すごい、なんて強いんだ。本当に趙雲殿が敵に？この目で見てもまだ信じられない。それに兄上たちまで本当に戦わなきゃいけないのか。では私が何とかし、君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。私が君。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。裏切り者のペルセウスを仕留める。邪魔をする敵は誰であろうと切れ。承知した。巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。おー！
事な腕だな。いえ、あなたこそ素晴らしいものの筆いらっしゃる。超支流参る。神の力、この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。俺の力が目覚めたか。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。耐えられるか。敵が皆雪村殿の元へ向かっている。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。雪村様の元へは行かせない。さて仕事だ。雪村、感服いたします。なんと素晴らしい武人だ。そんな出会い方でなければきっと。あなたこそその熱き闘志、我が魂に響きました。なんと圧倒的な力だ。激しくいくぜ。二度目など万人だったか。好きにやれると思うなよ。連れてやるわけにはいかん。そのまま混沌へと誘う。じゃあ行くぜ。どうにか撃退したか。ええ、腕輪も獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があるんです。どうにかできないだろうか。いい？頼みがあるんだけど。あれ？あんた、さっき敵にいた。お願い、観作たちを助けてあげて。無論、私もそうしたいと思っている。やはり、何か事情があるのだな。あのアテナって女神に、龍禅様が捕まってるの。だから観作たちは仕方なく言うことを聞いてて、でもあんな悲しい顔を見てられない。なんと我が子が。だから私はこっちに来たんだ。観作を助けてあげたいから。わかった。今すぐは難しいかもしれぬが、私としても彼らと戦い続けるのは胸が痛む。必ず何かしら手を打とう。よかった。そのためなら私もこれから何でも協力するんで。ああ、頼りにしている。悲しいこともあったが、仲間が増え腕輪も得られたことは良好だったな。あの腕輪に宿る力は軍神テュール、武勇、そして策にも長けた雪村殿にはぴったりだな。いえ、私など
ですが、戦力を増やせたことは何よりです。これからもなお一層奮戦しましょう。私のかっこいいとこ見ててよね。よし、色男は勝つってね。色男は勝つってね。オリュンポスの神による本格的な侵攻、ダッキとリョフの動き、そして信長の目的、解き明かすはずが謎は増えるばかりだ。この複雑に絡み合った糸を少しでもほぐすため、やはりまずは信長に真意を問いたい。逃走を始めん。まさか素直に話してくださるはずもない。力のぶつかり合いになるのは致し方ありませんか。こちらもかなり仲間が増えたし、腕輪も二つある。挑むなら今って感じもするね。うん、これ以上時間をかけてあちらに二つ目の腕輪を確保されてもまずい。いざ信長の元へ。全力でぶつかり合う特訓とのことでしたので、僭越ながらボコボコにさせていただきました。根にお持ちでないと良いのですが。